こんにちは、はちまるです。私のチャンネルでは、軽貨物の稼ぎ方だったり、軽貨物初心者の方が初月から売り上げを出して生活する前、どうしたらいいのかというノートを販売しますので、ぜひ概要欄の方チェックしてみてください。本日なんですが、求人広告に騙されないでくださいというお話をしたいなと思います。昨日ね、上げた動画で、まあそういう私の視聴者の方が、まあ、かなりね、まあブラックな感じの会社に行ってしまったと。で、求人広告に書いてることとか面接で聞いた話とは、全然違うと、入ってやってみて、そういうのを気づかされたということでね、そういうブラックな会社だったっていう動画を昨日出したんですけど、その関係でね、昨日ちょっといろいろ私も求人広告をね見させていただいたんです、軽貨物の。じゃあまあね、まあいいこと書いてるんですよ。まあいいこと書いてますね。そういった求人広告に騙されないでくださいねっていう動画をちょっとまあ出したいなと思って、今日撮ってるんですけど、基本的にまあ私の考えですよ私の考えですが、基本的に求人広告に書いてることってまあ、デタラメとまでは言わないですけど、まあある程度持ってますよね。持ってます。むちゃくちゃいいように言うてます、大抵は特にこういう軽貨物とか宅配とかは、そういう歩合とかそういう系の、仕事っていうのはむちゃくちゃええように書いてますね。上限がないみたいな、こういう系の給料形態はほんまにね、むちゃくちゃ持って、むちゃくちゃ盛りって持って盛りまくって、むっちゃええように書いてある求人がね多いんで、なのでね、うわこんな稼げるんやったらいいなみたいな感じで入ると、痛い目見る可能性があるんですよね。でも俺は俺はね、そのキャッチコピーで、月50万以上可能みたいな、こういうキャッチコピーに惹かれて経過も初めて実際に、まあ、100万近く稼いでたんで、まあ、なんとも言えないんですけど、ただね、昨日、いろいろ求人広告見てて、もう気になったんが、まあ、月収100万以上稼いでるドライバーさん多数在籍みたいな書いてたんですよ。まあ、よくあるような感じの文章なんですけど、そういうの書いてて、はっきり言って、多数在籍は、おそらく、ないです。もう、嘘とまではわかんない、わかんないですよ。実際、俺調べてないんでわかんないですけど、なんかね、書いてあるんですよ。そういう風に、多数在籍とか、大勢、月100万以上持って帰ってる人、大勢いますみたいな、うちの会社に大勢いますみたいなね、そういういいこと書いてるんですよ。むちゃくちゃみんな、給料もらってるみたいな。まあ、断言したらダメかもしれないですけど、まあ、ありえないですね。ありえないです。基本的に、まあ、宅配、まあ、軽貨物でやっぱり一番稼げるのは俺の中では、宅配やと思ってるんですけど、まあ、宅配のね、求人広告をだから見てたんですけど、この宅配で、月100万を稼ぐっていうのは、不可能ではないです。実際に、何人もおられたんで知ってるんですけど、この100万稼いでる人っていうのは、ただ、ごくごく一握りです。多数在籍っていうのは、まあ、ほぼいないですね。ほぼないって言ってもいいんじゃない？おそらく、大きい営業所、大きい営業所ですごいいっぱいドライバーさんがいるような大きい営業所の中でも、一人二人とか、そんなレベルですね。まあ、二人いたらいいんじゃないかなって感じですね。ただね、その時期にもよるんですよね。その100万稼げるっていうのは、例えば、まあ、お中元、お歳暮とか、繁忙期の時は、普段よりね、荷物量むちゃくちゃ増えたりするんで、この期間だけ、この月だけ、100万とかやったら、行くことはあるんですよ。俺もそういう、なんつうんですか、むちゃくちゃ忙しい時期、むちゃくちゃ荷物量増えた時だけ、この月だけ100万とかやったら、宅配だけで100万とかやったら超えたことあるんですけど、毎月確実に超えれるかっつったら、多分ね、ほんのドライバーさん、毎月100万超えるっていう、ドライバーさんはほんまに一握りですね。ほんまに営業所に一人二人いたらいい方ぐらいのレベルです。常に100万を超えてる人っていうのは。それが多数在籍っていうのは、まあもうほぼ 100% って言っていいほどありえないです。いないです、そんな人。例えば面接の時に、うちの会社いっぱい100万以上稼いでる人、めちゃくちゃいますよ、みたいな、もし言われたら、もうその時点で怪しいですね。そんなね、簡単に稼げる金額じゃないんで、宅配だけで、100万っていうのは。なのでね、そのうちの会社は、そういう何もいますよみたいなのは、もうその会社は、俺の考えですけど、怪しいんじゃないかなって、そういうな、言う人は。逆にね、
ほんで100万なんか稼げるわけないやろみたいな言ってる人の方が俺は信頼できるんじゃないかなと思います。実際そうなんで、ほんまにきついんで。ただね、50ぐらいやったら多くいるかもしれないですね。50ぐらいやったらね、正直行くんで、売上50とかやったら。なのでね、月収50万以上多数在籍みたいな書いてたら、まあ50ぐらいやったら、まあ確かに、多数在籍は間違いない。っていうのも、うちの会社がその求人を広告出さるときは、まあ俺がやってるときね、このときはそういうキャッチコピーを出してたんですよ。確かにもうデカデカとね、50万以上多数在籍みたいな、それこそほんまにその通り書いて、月収例みたいな、だいたいこれぐらいの、例として、この単価でこんだけ配って、月にこの金額になりますみたいな感じで、例としてよう書いてあるじゃないですか、月収、そういった月の売上の例みたいな。そういうのも、もちろん売上で経費引いて、ロイヤリティとか全部引かれて、手取りで、50万以上みたいな、そういう例を書いて、求人とか出したりしてたんですけど、それはもう、嘘とかじゃなくて、実際に、稼いでやる、そんなに、そんだけ稼いでやる人の月収例を、ほんまに、記載して、求人を出したりしてやったんですけど、ただね、そこだけ見たらいいですよ。そこだけ見たら、うわ、こう、大体、これ、嘘じゃないんで、ほんまに、稼いでやるやつの例を載せて出したんで、嘘じゃないんですけど、そこだけ見たらいいかもしれないですけど、その下っていうのも確かにいるんですよ。50万以上稼いでへん人っていうのも、実際に30万ぐらいしか、稼げてない人っていうのも実際にいるんですよね。ですが、そういうとこは、まあ、言わないじゃないですか、普通は。マイナスな部分っていうのは。なのでね、この求人だけを見たらね、あ、こんだけ稼げるんや、みたいな、思って受けに行くかもしれないんですけど、実際にその50万って書いてる、人も確かにいるでしょうけど、その下にもいっぱいいるって思っといた方がいいですね。もう言うたら20万、30万しか、稼げてへん人もいっぱいいるっていうのは覚えといた方がいいかもしれないですね。基本的に、信じすぎるの怖いですね。もうほんまに、半分冗談ちゃうみたいなぐらいの気持ちの方がいいです。求人は信じすぎて、まあいいこと書いてるじゃないですか。もういいこと書いてるんですよ。もうむちゃくちゃフォローしますよとか、もう稼げるまで、もう何があってもうちでフォローしますみたいな。で、皆さんすぐに稼げるようになってます。1ヶ月目からね、売上40、50出してる人いっぱいいますみたいなね。まあいいこと書いてるんですよ。いいこと書いてます。もう半分以上嘘なんじゃないかなって言ってもいいです。俺の考えですけど。俺が思うに半分ぐらい嘘なんじゃないかなって、もう、だってそんなわけないんでね。ずっとね、何社も見てたんですよ、昨日。いろんなところあるじゃないですか。いろんなね、そうやって経営貨物とかね、なんかいろんなね、大手運送会社に入ってる協力会社さん、いっぱいね、大きいところから小さいところまでいろんな会社の求人を見させてもらって、いや、そんなわけないやろってね、突っ込み入れたくなるようなことばっかやったんで、中にはね、なんか週3日だけ、働いて月収50万以上もらってる人もいるみたいな書いてたんですよ。いや、無理だろと。いや、それは無理だろと。それはさすがに無理やろと思ってて、週3で1ヶ月え ?12日で売上50万って、まあ無理やろ。もうほぼ 100% に近いぐらい無理じゃないかなと思うんで。でもね、まあまあそういうの書いてるんですよ。そういう人も何人もいるみたいな書いてるんですよ。絶対嘘やろと。そんな甘ないぞと。そんな甘ない。もうお金稼ぐってそんな甘いもんじゃないんで、しかも50万なんか稼げへんし、絶対に週3とかで。じゃあみんなやってるわという話じゃないですか。やめへんやろみんなも。で、よくあるがね、まあ、どこの会社にも大体あったんすけど、そういった先輩たちが、完全に、フォローしますみたいな、そういうの書いてるんですけど、それこそね、入ってみんとわからないんですよね。どこまでフォローしてくださるとか、どれだけ、教育してくださるのかは、正直、入ってみないとわからないんで、なのでね、そういう教育面が、やっぱり俺一番重要やと思うんですけど、フォローとか、やっぱそういう時にどうしてくれるのかっていうのがやっぱ重要やと思うんですけど、そればっかりはね、もうほんまにわかんないんでね、入ってみないと。なのでね、やっぱりその面接の時に、この会社、もしくはこの面接してくださる相手の人をどこまでその信用できるかっていう、こっち受けるこっち側としても、やっぱりそういう見極める判断も必要になってくるのかなと思いますね。この求人とかを見てて、まあ、むっちゃいいこと、どこも絶対いいこと書いてます。どこも絶対稼げるって書いてます。稼げへんなんか絶対書かないんで、どこ見ても、稼いで、
月100万ぐらい、稼げますよ、みたいな、そういうことを書いてるんですけど、でね、面接の時に質問してください。ほんまに100万稼いでる人何人いますかって。それで、もうなんつうんですかね、もう10人とか、20人ぐらいいますよ、みたいな、こんなん言わったら、もうおそらくむっちゃ怪しい、その会社。まあ、いないんで。まあ、無理っす。例えば、宅配と、まあ、副業で、その派遣とかしてて、で、合算して月収100万とかやったら、やりますよ。いっぱいやったんですよ。バイトとかして。俺もどっちか、バーでバイトしてて、宅配とバーのバイトとか全部合わせたら、全部で100万とか超えますけど、でも、宅配1本だけで、100万を超えてる人っていうのは、まあ、ほんまに少ないんで、ほんまに人握りなんで、そういう人がもう10人、20人、うちの会社にはいますよ、みたいな。こんだけなんかうちはちゃんと教育もして、単価も良くて、なんかちゃんとサポートしてるんです、みたいな。これはもう怪しいっす。もう 100% 怪しいです。いないっす。そんな人。ほんまに人握りです。100万なんかまあ無理っすよ。たまにやったら行くっすよ。繁忙期とか。そういう時やったら行きます。そうじゃなくて、普段の、こういう繁忙期以外でも、100万稼いでる人が10人、20人いるとか、もし言わったら、もうその会社はほんまに怪しいです。と思います。個人的な意見ですよ。俺の個人的な意見でね、あんまり言うとね、ほんまにそういう会社がもしかしたらあるかもしれないんで、もうほんまに10人、20人、もう100人、100万以上稼いでる人がいっぱいいるみたいな会社もしかしたらあるかもしれないんで、まああんまり言うとあれかもしれないですけど、まあほぼ、ほぼほぼ嘘じゃないかなと思います。それ持ってるやろと。そんないっぱいいいんやろと。ほんまに100万ってね、いかないんですよ。80万ぐらいやったら行くんですよ。毎月ね、80万ぐらいって行くんですけど、こっからプラス20万の100万が、その、なんか壁があるんですよ。80から100の。ほんまに100行こうと思ったら、朝どれだけ落とすかと、夕方の便、で、ドッキングして、何個、60個とかもらわんと、行かないんですけど、そもそも夕方の便で60個もらおうと思ったら、朝の初めの積み込んで、夕方までに、もうほぼほぼ落としきらんと、夕方の60個って回りきれないんで、なのでもう不在とかがもうその時点20、30とかあったら、夕方の便も女60個なんかもらっても、もう回りきれないんで、なかなか厳しいんですよね。まあ、回りきれん、まあ回れるんですけど、回れるんですけど、これを毎日ってやると、ちょっとしんどいんですけど、求人広告は、半分ぐらい嘘と思ってたよ。言い切ったらダメですけど、ああいうね、歩合制っていうのはね、むちゃくちゃ言えるんで、上限がないんで。で、その人次第みたいなとこあるじゃないですか。その人が稼げる人だったら稼げるし、みたいな。稼げへん人は稼げへんし、みたいな。そういう給料形態っていうのはむちゃくちゃ言えるんで。なのでね、ほぼほぼ、まあ、嘘です。で、こちら側もやっぱりそれを見極める力っていうのもやっぱ多少は必要になってくるんで、これからね、やっぱり今から面接受けようとされてる方って非常に多いと思うんですけど、やっぱり疑って入ってもいいぐらいです。相手に失礼かもしれないですけど、でもこれぐらいの疑いの目で、行った方が逆にいいかもしれないですね。なのでね、まあほんまにそういう、まあ、むちゃくちゃちゃんとしたらいい会社もいっぱいあるんですけど、やっぱ中にはね、そういう、ブラックって言うんですかね、そういうなんか嫌な、騙そうとしてやんのかわかんないですけど、そういうちょっと嫌な、ブラックな会社っていうのも中にはやっぱりあるんで、で、入ってからね、気づく前に、入る前に、ぜひ気づいて、なるべく失敗しないようにしてほしいなと思います。で、まあ、なるべく失敗しないためにどういう会社を選んだらいいのかっていうのも全部ノートに書いてますんで、宣伝させていただきますけど、全部そういうなもの、1から10、いや、0から100まで全部ノートにギュッてまとめて書いてますんで、良ければね、ちょっとチラッと見ていただけたらなと思います。はい。今日はこんな感じでね、ちょっとまあ、昨日いろいろほんまに多くの求人を見させてもらって、もう突っ込みどころ満載の求人いっぱいやったんですよね。まあ無理やと。いやいや無理やろみたいな。読みながら俺一人で突っ込んでましたもん。いやいや無理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 みたいな。週3で50、無理無理無理みたいな。100万以上多数大席無理無理みたいなね。一人で突っ込みながら読んでたんですけど、まあ、鵜呑みにしないでくださいね。そんな簡単には稼げないですし。そんな甘いもんでもないですが、実際に稼いでる人がいるっていうのは確かに事実ですし、
この人は、まあ、何が違うのかっていうのは、また、俺動画でもね、過去いろいろ100万以上稼いでるおっちゃんの話とかね、過去の動画でも出してますし、またね、もうちょっと深掘りして、またどっかのタイミングでそういう方の、の動画を出したいなと思うんですけど、100万っていうのは、あんまりその、目立せるんですけど、少し現実的ではないので、ほんまに現実的な金額で言う、多くの人が、一番稼げる金額、が大体まあ50万ぐらいと思っといてもらった方がいいですね。50万ぐらいだったら確かに行きます。それは。もちろん努力もしんとダメですし、継続もしんとダメですけど、50万ぐらいだったら行きます。ですが、100万っていうのは、またちょっと一旦置いといてほしいなと思います。目指すのはもちろんむちゃくちゃいいんですけど、現実的に考えて、まずは50っていうのを、なんつうんですかね、頭の中はシミュレーションした方がいいと思いますね。はい、これ以上喋るとね、また長々とお前の動画長いねみたいなね、また言われちゃうんで、この辺でね切りたいと思います。私のチャンネルでね、こうやってなるべく役に立つかどうかちょっとわかんないですけど、俺が思う正直な気持ちを喋るチャンネルですので、よければチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。